起源コモドドラゴンは約4000万年前に他のモニターリザードと共に進化しました。彼らの祖先はチアからオーストラリアへと移動し、その後インドネシアのショースンダ列島に生息するようになりました。コモドドラゴンは主にインドネシアのコモド島、リンチャ島、フローレス島、ギリモタング島およびギリラサミ島に生息しています。これらの島々における地理的隔離はコモドドラゴンの独自の進化を助けた要因の一つです。コモドドラゴンは世界最大のトカゲで、体長は最大で3メートル、体重は70キログラムほどに達します。特に大きな個体は3メートルを超えることもあります。体は頑丈で、鱗は小さく、硬いです。鱗の中には骨質の小さな板が埋め込まれており、これが防御的な役割を果たします。色は通常、茶色から灰色で、島ごとに異なる色の変種が見られます。コモドドラゴンの歯は鋭く、ノコ状で、肉を切り裂くのに適しています。口の中には多くの細菌が住んでおり、これが獲物に感染を引き起こすことで知られています。コモドドラゴンは優れた嗅覚を持ち、約4キロ離れた場所にある死体の匂いを嗅ぎ取ることができます。また、長い舌を使って周囲の匂いを嗅ぎ取ります。分岐した舌先で化学物質を感知し、ヤコブソン器官で分析します。コモドドラゴンは非常に攻撃的で、縄張り意識が強いです。特に繁殖期や食事中は攻撃的になることがあります。コモドドラゴンは肉食であり、近寄りの獅子、水牛などの大型動物を捕食します。また、苦肉も食べることがあります。彼らは獲物を丸飲みする能力があり、大きな獲物でも頭から飲み込んでいきます。骨も含めて消化するため、消化力が非常に高いです。また、共食いすることもあり、特に若いコモドドラゴンは大人の個体から身を守るために木に登ることがあります。コモドドラゴンは待ち伏せ型の捕食者で、突然の襲撃で獲物を捕らえます。噛むと獲物に重傷を負わせ、その後に逃げる獲物を追跡して捕まえることが多いです。毒腺から分泌される毒も、獲物を弱らせるのに役立ちます。コモドドラゴンは主に日中に活動し、夜は巣穴や木の下で休むことが多いです。温度調節のために日光浴をすることもあります。野生のコモドドラゴンは20から30年生きることができ、飼育下ではさらに長生きすることがあります。コモドドラゴンの唾液には毒が含まれており、これが獲物の血圧を低下させ、血液の凝固を防ぎ、激しい痛みを引き起こします。この毒が獲物を弱らせるのに役立ちます。コモドドラゴンは足を横に広げて歩く特徴的な歩行様式を持っています。これはトカゲ全般に見られる特徴であり、体の大きさに比して足が短いことから来ています。コモドドラゴンは非常に知能が高く、問題解決能力や記憶力があるとされています。飼育下では訓練によって特定のタスクを学習することができます。コモドドラゴンは非常に優れた泳ぎ師であり、島々の間を泳いで移動することができます。これは彼らの広範な分布範囲を支える要因の一つです。コモドドラゴンのメスは無性生殖も行うことができ、オスがいなくても繁殖することができます。メスは一度に20個以上の卵を産みます。卵は約8から9ヶ月で孵化します。孵化した子供たちは捕食されないように、しばらくの間木の上で生活します。コモドドラゴンはインドネシアの伝説や神話にもしばしば登場します。地元の人々はコモドドラゴンを神聖視し、その存在を尊重しています。コモドドラゴンはインドネシアの観光名所の一つであり、コモド国立公園では観光客がガイドと共に彼らを観察するツアーが人気です。これからもたくさんの動物の雑学動画を上げていきます。よろしければ、チャンネル登録お願いします。